じゃあ砂川です。今回はこのスカート見せかけたアバカンでこのマグマドミネーションやっていきたいと思います。久々だなマグマ。よし、おっとっと、よーし、 B もね、どんな感じかな。どう、もう敵来るん、来てる来てる来てる、一人大丈夫かな。で K かな。あ、めっちゃ遠くになってめっちゃ遠く。よし、逆いい感じ、感じ、攻めろ攻めろ。ほっ、いますねいますね。おおお、んすごい EMP グレネードが激しい。あー、ダメか、エコ。ちょっと回ってきてるよ。わー、ちょっと下から来た人かな。あー、でも若干来てるね。うん、来てる来てる、危ない、オッケー、逃げる逃げる。よしよし、カウンターじゃないけどね。危な、ここ結構いいかもと思ったらリス変わっちゃった。どこなんだろう、この線引きがちょっと難しいところですね。もう一匹、もう一匹、ここか。いいですね、この簡易レーダーは。炙り出してくれない。マジか。危ない。いや、もうそろそろ厳しくないですかね、僕のところは。あ、でもまだ味方が湧いてくれた。カウンターか。おー、オールフラッグか。いや、マジどこにいたのかよ。そういう時に限って。ほら、いい。B 付近かな。ここなかなか面白いですね。マップの形状が。わー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 。キャパケ。キャパケが懐かしい。懐かしい？あんま使わないですよね。キャパケとか。あれ、結構時間がね。うわぁ、やー、ダメか。おっと、やばいぞ、これ。状況が一転した。いやー、カウンター強いですね。敵じゃねーっていう。ああ、そこで、角、角ですか。なるほど。あー、嘘で潰される。やだ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 。マジか。えぐいわー、リスキルは。ナイスです。いたのか、危ねえ。オービタル使われたか。いけるかな、どんどん突っ込んだぞ。オッケーオッケー。まだね、ブラボーに入りながらってキルが、ここは難しいと思うんですよね。あー、どうなんだろう、こっちから来ないの、なんだろう。あ、逆か。ちょっと待ってくれ。あぶね。さっき撃ってた時に。いないけど、ブラボーは取れてますね。ありがたい。あー、やばいかも。ちょっと遠回りしちゃったな、こっち。サクッとここら辺をやって、B の。もう一回。あー、難しいね、ここ。ほんと。なかなかね、B がくぼんだところにあるから、上からね、見下ろされちゃうと。すぐ防衛されちゃう。ここで見とかないとな。あー、マジか。ジャンピング飛び出し打ち。あー、やばい、ビービー。あー、マジか、間に合わんか。相手カウンターよく出してきますね。さすがプレマス、分かってる。カウンターはね、ほんと強いですよね。あれ、味方の位置がね、つかめないんで、僕はレーダーがなくてもある程度敵の位置が分かる人なんですけど、それがね、封じられるような感じなんですよね。序盤オールフラッグまで持ち越せてたのに、結構押されたな。まずいまずい。いやー、爆発物ひどい。ちょっと待てよ、いる、いた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 。いやー、2対1か。あー、ダメだ、1人うまいこと言ったんだけど。
B だ B だ。あここ強いな。いや負けたか。いや序盤だけ勝ってたのにな。相手やっぱりね階級が高いと手強いですね。マップなしは階級がそんなね、あのプレマスがバーって揃うことないんですけど、アリはマップねあるだけあってプレマス多いですね。こんなに多い試合なんて普通なかなかないんですけどね。これは考えますよ。これはさっさとあっちまで。オービタルか。オッケー。今 B いける。こっちから来そうなんだよな。なんだ敵じゃねえよ。もうめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。危ない。ナイス。おおやばい。逃げよ。逃げろ逃げろ。いやブロック。ヨードうまいな。ここに打ったけど大丈夫かな。オッケー。いいね。かなり殺してくれたぞ。おい来い。来るな。絶対来る。いやー、危ねえ。EMP グレネードと同時に来られたらね、対応できないんですよね、あれ。なんか瞬間移動した感じになってね。フラッシュみたいな効果あるじゃないですか。あれがね、なかなか強い。おお、打ち出しも早いな。オッケー。ガーディアンナイス。ガーディアンいいね、あそこ。あそこにあるから相手が攻めてこれないみたいなね。すごいな相手も。ああ一人逃しちゃったな。いやーめっちゃいるな。このエコ宅配めっちゃすごい。これ硬いんじゃないのかな。貫通しないでしょ。エコ宅配。うわやばいかも。手取ってみるか。オッケー。ああダメこれ。そう、C4 当たったのどっちだったんだろう。当たんなかったのかな。でも23。これはちょっとしたダメージ。危ねアシスト。怖っ。こっち来そうですね。味方さんに一人任せましょう。後ろあれ味方さんやられてんのか。なるほど。ああ、マジか。ここに来たのか、君は。なるほどね。はい。ダメか。オッケー。リベンジ果たす。わ、後ろにもいた。飛ばされてるよ。オッケー。こっからなんとか。今のうちにさっさとあっち行きましょうか。ああ取られたのか。おぶねえ。なんだあのデスマシン怖っ。きついわ。回って陽動しようか。待てくそ。サーション耐えてたのか。道理であのなんかみんなあそこから出てくると思ったわ。来るぞ。おおジャンプでダイナミックだな。おお内村しかダイナミックジャンパーに C4 をプレゼント。いやー強いなーこれ。このねいやーやるねー。ほんとなかなか死んでくれない。ブーはブーってなんだ。B だよ B。 ブーがやばい。取られてる。ブーやばい。あーダメかー。燃えちゃったよ。これまずいぞ。うわーつー。なかなか前線が硬い。スモークどうだ。これでちょっと前進めるんじゃないかな。スムーズにね。うわー瞬殺される。厳しいなほんと戦いが。
こっちか。よし、もうどれが敵だかわからないっていうところがね。 EMP グレード食らったらなんか弾一発分ぐらいのダメージ食らってるような気分なんですよね、なんか感覚的に。相手もね、なかなか攻めてくるんでね。OK、デスマシンが突っ込んできた。怖っ。あ、マジか。あぶねえ。あぶねえ。あー、すごかったな。久々になんか、ねえ、すごい試合やりましたよ。いやー、熱い熱い。ねえ、みんな取って取られて、なかなか拮抗した試合でしたね。という感じで今回はマグマのドミネーションやってきました。いや、味方さん素晴らしい、あれですね、もう旗取りの意思がもう見てすごい伝わります。という感じでなんかフリーズもしちゃったんですけどこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。